それでは拍手の紹介させていただきます。リエゾンです。よろしくお願いいたします。それでは音楽お願いします。音楽とともに紹介させていただきます。まずトップバッターは伝統の文化そして歴史を守り新世代への受け継ぐ長男メリコルの2人です。まずはゆかパパです。
ございます。頑張ってー、元気ー、元気ー、少年無事で
ニックネーム、ひろきです。ひろき頑張れ。うちの母は絵が金太郎なんで、自分も金太郎になれるように頑張って振りたいと思います。よっ、目は優しくしたらうちひろきでした。それでは MC さんにやっておられます、私も頑張りましょう。会場の皆さん、こんにちは。こんにちは。気象連の MC を担当してます佐藤と申します。本当だね、こんな若い子もこの年寄りに暮らせるんだと。気象連にはね、あのかっこいい話二人がいいんですよ。皆さん知ってるかがいると思うんですけどね、もうアイドル的なね二人がいるんですけど、今日来ないんで、せっかく持ってきた旗ですのでね、ぜひ気象連の旗を振ってくれということありましたんで、老体に無常に振りました。ありがとうございます、ありがとうございます。これからも気象連大蔵様ですよろしくお願いします。さすが魂を語る男にふさわしいです。続いて無人丸。こんにちは、無人の丸と申します。今日は旗2本あるんですけど、ちょっとちっちゃい方で元気よく振ってきたんですけど、ちょっと息がちょっとちょっと待ってください。無人はモバラで少人数でちょっとやってるんですけど、その中で旗を任されていて、こういう、イベントで振るのがちょっと楽しくてやってるんですけど、あのこれからも応援してください。無人の代表、まるちゃんの奥さんじゃないよ、間違えちゃったね、旦那さんだからね、はい、多分家で相当反省会が開かれると思います。はい、奥さんカモン。はい、後で会議やってください。はい、いやいやいや、ハウスハウス。はい、続いて推定賞はもちろん新之助っていうことで、まだまだアピールが足りないだろうということでした。ありがとうございます。もうちょっと大きな声で言ってもらっていいですか。ありがとうございます。今しか言われないんで、どんどん言ってください。今日は皆さん、僕のために集まっていただいて本当にありがとうございます。なんだか旗のソロまでやらせていただいて、とても気持ちいい思いで無事、ました。この後推定賞はですね、踊りもオリジナル披露させていただきます。その時は僕踊り子やって、彼が二十歳、あともう一人二十歳がいるんで、その時には二人二十歳出して僕は踊りますんで、ぜひここまた探していただければなと思います。ありがとうございました。はい、では続いては無人島のことばばが、もちろんことばばが、ガタイはでかいですが心臓は伸びっていう誰もが知るところ、たまにはお話を。どうも。用意してないから、久しぶりに旗振って倒れるところでした。やっぱ準備体操は必要だと思いました。ありがとうございました。はい、普段はですね、旗振って結構黙々と私たちの後ろで旗を振って応援してくれているので、こうやって話す機会もないんですね。こういうステージまたは話す時間を設けてくれた、皆さんに感謝します。それでは国の皆さん、もう一度立ってもらって、たくさんのご声援